お客様の王様から初期払いにうなぎいただきました。おー、すごいね。イエーイ。そしたらちゃんとタレもね。はい。でね、うん、ちなみにこのうなちゃん、はい、うちのお客様の岡野川王店さん。お、ほんとだ。岡野川王店って書いてある。見える、うん、そうの、うなちゃんです。ここのすごく美味しいんです。家族で来てくれてんじゃん。そう、あ、そう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 ご家族皆様にお見えいただいておりまして、ご兄弟の方もお見えいただきます。 あと私みたいに料理下手な人でも絶対失敗しないように、あ、こういうね、上手に食べられる講座の紙も入れてくださるので、うなぎの白焼き召し上がり講座。そうそうそう、タレと白焼き、そうそう、お好きな方でっていうことで、絶対に失敗しないの、この通りにやったら。あら、素敵な初期払いをありがとうございます。ありがとうございます。ありがとういただきます。美味しくいただきます。ここからさ、本当美味しいんで皆さんぜひいただきましょう。うん、いただきます本当美味しいんだよね、うん、ぜひ皆さんにも食べていただきたいです。はい、ありがとうございます。サインよ。うなぎをいただいた岡野川魚店の道のりをスタートスタート玄米。え？玄米？うん。あ、お米が玄米。そうそう。いただきます。いただきます。王様いただきます。もうなんか肉厚。肉厚。ふわふわ。かぶりついちゃおうと贅沢に。いただきます。うん、おいしい。うん、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 いただいたタレもおいしい。あ、タレうまいね。うん、おいしい。
べるの夢中になって無言になっちゃう。絶対失敗しないじゃない？失敗しないで美味しく家で食べれるって嬉しいよね。うなぎって失敗したくないじゃん、特に高いものだね。うん、だし普段超そんな毎日調理するものじゃないので、
なんかの CM みたいな食べ方、うん、ご飯が進むよね、うん、やっぱ皮座って感じで、うん、CM の依頼の何の CM よ美味しい美味しい完食。完食。大変美味しかったです。めっちゃうまかった。美味しかったね。なんかすごく贅沢なお時間でした。お家でうなぎ。食べるの早いのうち。何分？早いな。だから美味しかったからあんま喋んないで黙々と食べちゃったの。うん、5分もかかんないのかな？なんやかんやで。いや、美味しかった。タレともすごく相性バッチリだね。あの紙があったから、こううなぎってそんなしょっちゅう家でやるもんじゃないから悩んじゃうんだけど、それが良かったです。失敗なく美味しくできました。美味しくできたっていうかもうできてたんだけどね。美味しく焼いてくれてて、それをこう自分でフライパンで温めただけなんだけど。美味しいです。すごく美味しいです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。